やっこー、皆さんこんにちは、天使だよ。パート3の実況は私がメインで活動していくので、よろしくお願いしますねー。この実況の主役を決めるために色々争いをしたのはここだけの話。すごくやりたかった。私もやりたかったですー。まあ決まったことだし、3人には悪いけど、早速進めていくよ。まずはアンケートね。これはちびみょんたちが新しいスタイルを紹介するときのやつだね。あ、これはスマートアートで作成したみたいだよ。結果として、今までのやり方、オールフリー型が8割を占めているから、パート3も、小石やゆゆ子の時のような自由なレイアウト作成に臨んでいくよ。新しい案がボロボロだなんて。仕方ないわ。内容も内容だったもの。なんか裏は裏で賑わっているねー。ルナサ来てくれない？はい。で、なんで呼ばれたの？ゲストとして参加してほしいの。ゲストで出演、か。いいよ、私でいいんだったら、ありがとう。それじゃあ続いて、今回の工程を紹介していくよ。まずはレイアウトの新規作成。これがないと新しいレイアウトを作れないからね。サイズ変更はこの後も今後も、ちょくちょくやるかもね。となると結構大きめのレイアウトになるのかな？行数合わせとなると、普通だとレイアウトの広さが広がっちゃうからね。そしてレールの付設。今回のレイアウト作成において考えがあるから、お楽しみに。レールが付設できたら、次にプラットフォームと教授駅舎を設けるよ。果たしてどんな駅になるんだろうか。これは楽しみだね。そこまでできたら、編成とカメラをそれぞれ一つずつ設置して、最後はビュアーを見て終わりにするよ。最初のうちはレールと編成、そして駅を設置。これはパート1、パート2でも同じだったね。そうだね、最初のうちだし、ビルや家といったストラクチャーは今回は省いていくよ。それじゃあ、いよいよレイアウトの作成に進んでいこう。おーおー。まずはレイアウトを新しく作成、サイズを変更します。次にレールの付設を行います。今回はアドバンストラックではない、アイマジックバラストレールを使用します。パート1で使っていたレールだね。お、さすがわかっているね。まずは伏線間隔で設置して、駅の希望先に考えてから分岐器を設置します。この線路配置ということは、3年5線だね。ねえ、今日のルナサ鋭くない？ふふ、とりあえず分岐はあれこれ試行錯誤して付設。この配置、よく見たら、大和西大寺に似ていない？バレちゃったか。ルナサさすがだね。一部違うところはあるけれど、大和西大寺駅がモチーフとなっているよ。そして反対側も若干違うようにしてみたよ。そういえば車庫は作るの？今回は作らないよ。ここでもう一度サイズ変更をして、ある程度線路を伸ばして、線路の終点、エンドレールをつけるよ。続いて駅の設置に行きます。この階ではそれなりの装飾は施さないよ。仮駅みたいなものかな？続いて編成の設置をします。今回使用するのは KIHA82系の6両編成です。これは第4号に収録されている車両だね。配置できたら、カメラを1台設置します。右クリックをしてカメラ設定を選ぶと、カメラの設定ができます。詳しく教えてくれないかな？オッケー。じゃあ行くよ。まず名称は、そのカメラの名前を指定するよ。反応距離は、指定場所、すなわち設置した場所から指定した距離以内にある列車に反応します。画角は FOV を設定します。通常は90度以上にしないことをお勧めします。ねえ、FOV って何のこと？簡単に言うとズームだね。レールシムでも同じことができるよ。つまり、この数値が小さいほどズームされて、視界が狭くなるってこと？まあそんな感じ。かな？列車を追跡するは、文字通り、反応した列車を追跡するよ。そして追跡する時の動作を下から選んでいくよ。一番上は、列車が接近したら自動的にこのカメラに表示が変わること。最後尾を追跡するはその列車の後尾車両を追跡するよ。ここで前と後ろ、どっちを選択するかでまた変わってくるんだろうね。まあ追いかける車両が先頭か後尾かのどっちかってだけだから、それほど変化はないと思うけどね。次は停車中の車両も追跡対象にする。通常は停車時はカメラは反応しないんだけど、このチェックを有効にすることで停車中の列車も反応するようになるよ。まあさっきのやつにチェックを入れる必要があるんだけどね。これだけでは動かないってことか。追跡後、操作を直前の列車に戻すは、列車を追跡した後に、カメラが切り替わる前に操作していた列車の画面に戻ること。チェックを外すと、カメラが追跡していた列車に制御が移ります。バンニングは難しいからチェックは入れなくてもいいと思うよ。次に列車フィルターは、反応する列車、編成を決めることができるよ。反応する列車と反応しない列車を分けることができるね。最後に散歩カメラ、4デジのごとく、レイアウトを散歩することができるようになるよ。具体的にどう違うの？決定的に違うところはね、地形に反応することだよ。地形、チェックを入れると、山を登る感じでカメラ移動ができるようになるんだ。この説明で理解できた視聴者さんはいるのかな？さあどうだろうね。これにて今回のレイアウト作業は終了だよ。ここからはビュアーでレイアウトを見ていくよ。待ってました。ビュアーの世界へようこそという挨拶は変わりませんよっと。
早速ここまでの状況を運転を交えて見ていきましょう。それにしてもこの配線は複雑だね。もっと複雑にすることもできるけど、架線柱設置のことを考えると置くところが怪しくなってくるからね。反対側はこんな感じ。本物とは左側の配線が若干違うよ。駅舎はこう。ホームはまだ寂しい感じだね。装飾してないからね。それじゃあ最後にキハ82系を運転していこう。運転スタイルを切り替えて、いざ出発。路線が2路線あるから、A 線と B 線という言い方で進めていくよ。まずは A 線にはいるよ。こうして見ると、まあまあ複雑な感じにはなっているね。これが今後どうなっていくのかも見ものだよね。あれ？この線から6番線には入線できなかったんじゃ？安心してるなさ。あくまでもモチーフだから、完璧に再現するとは言ってないよ。ああ、そういうことでっか。さて駅に入線するよ。停車完了。このまま進むよ。A 線を進んでいくけど、レールは途中で終わるよ。確かに今回はレールが中途半端に終わっているというか、周回じゃないもんね。ここに踏切を作る予定はあるの？今のところないかな。まあやろうと思えば、できなくもないけどね。あ、線路の終端が見えてきたね。このまま進んだら脱線しちゃうとか、そんなことはないの？前輪が浮いちゃうことを除けばその心配はないよ。なるほど。折り返して6番線に入線するよ。そのまま通過して、さっきの有機線に戻る運転で締めくくるよ。通過、ねえ、2番線と3番線ならなんとなくわかるけど、6番線はどうなんだろう。って、今さらなんだけどさ、6番線って5号線なのかな？確かに、線路は1本なのに番線表示は2つだもんね。そのあたりも、このレイアウトでは言い方を考えるべきなのかな。複雑な交差を通り抜け、有機線に向かいます。正直、ジョイント音を入れたいところだよ。そこは仕方がないんじゃない？他のプレイでも同じことだし。実際に持ってこれたら話は早いけど速度と音声が違うと余計に混乱しちゃうから、微妙だよねー。そろそろ停車するよ。ご乗車お疲れ様でした。今回はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。今回お呼ばれで参加しちゃったけど、楽しかったよ。わかんないよ。もしかしたらルナサメインの日が来るかもしれないよ。そうだといいけどね、うん。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。